あなたがみんなを殺したんですか？殺しちゃいねえよ。嘘じゃねえ。人が人を殺す時代は終わっちまったんだ。俺はただ動けなくしただけ。殺すのは墓守の仕事だ。お母様が死んだのは私が7歳の時でした。一人ぼっちになった私に村の人たちは言いました。今日からは愛ちゃんが墓守様だ。アルファ様はそれは立派な墓守様だったよ。吉田には墓守様が必要なんじゃ。愛ちゃんにしかできないの。アルファ様の血を引く愛ちゃんにしか。私？そうだよ、愛ちゃん。私が墓守。その日から私はこの村の墓守になりました。お母様の死後、村で新しく死んだ人はいません。でも私は毎日お墓を掘り続けました。だって私は墓守なのですから。混沌を極めた。神様は水曜に細々とした数値をいじくった。神様は木曜に時間が流れるのを許した。それでは皆さん、また明日。神様は金曜に世界の隅々まで見た。神様は土曜に休んだ。そして神様は日曜に。あの世はもはや満杯だ。この世もすぐに行き詰まる。ああ失敗した。そう言って神様がこの世界を捨てた日から、人は死ななくなりました。心臓が止まっても、肉が腐っても、死者はうごめくのをやめませんでした。そんな人々を助けるために
神様が最後の奇跡として使わしたのが墓守なのだそうです。さあ、アイちゃん。アルファ様に安らかな眠りを。君にしかできないことだ。うん。墓守の埋葬だけが死してなお動き回る人々に安らかな眠りをもたらすことができるのです。完璧です。どこからどう見ても私は威厳のある優秀な墓守です。おーい、あいやー、優等寺様、威厳です、威厳。みんな、アイディアン帰ってきたぞ。皆さん、墓守としてご挨拶を。今日も良き人生を。腹減ってねえか。空気あるわよ、マフィン焼いたの。あの、皆さん、よく冷えとるぞ。ほら、何やってるんですか、皆さん。墓守様に食べ物を与えないでくださいって言ってるでしょうが。いや、これはそのさて、アイ、これもすごくいいの、この人。まったく、さあ、帰りますよ。アンナが待ってる。はい、お父様。ではでは、皆さん、良き人生を。また明日な、アイちゃん。毎日お疲れ様。あんなお母様、はい、ただいまです。こらこら、あいったら。おかえりなさい。あんな臭いです。あい、これは香水。そんなのつけなくても、あんなの匂い好きなのに。大人のたしなみは大人にならないとわからないのよ。大人はそんなことばかり言います。お母様が死んだ後、陽気とアンナが私を引き取ってくれました。そして私にはどこかに本当のお父様がいます。名前はハンプニー・ハンバート。いつか会いに来てくれるとお母様が言いました。時々苦しくなるわ。あの子はまだ12歳、ほんの子供なのにこんな重いものを背負わせてしまって。アンナ、私は幸せよ、あの子を引き取って。こんな時代に子供を持てるなんて夢みたい。でもあの子は幸せなのかしら。どうしてなんでしょうね。陽気とアンナが時々とても苦しそうに私を見るのは何なんでしょうね。私に言えない秘密があるみたいに。完成です。全部で47個。村のみんなと同じ数だけ完成してしまいました。明日から何をすればいいのでしょう。たまには皆さんのお手伝いでもしましょうか。誰もいませんね。どうしたんでしょう。おっと、
る。お前ここの子？一人喋れねえの？それともバカ？喋れますよ。そりゃよかった。でお前何者？私はアイ、墓守です。へえ。なんですか？お前がここの墓守？何か文句でもありますか？いや別に、まどうでもいいか。墓守に聞きたいことがある。いいか？はい。質問、検索。え？花と呼ばれる、あるいは名乗る人間について問い合わせたい。生死は問わない。知りませんが。追加検索、以下の特徴を持つ女について問い合わせたい。年は30から40、茶髪、黒目で、はっきりした顔立ち。背は俺と同じくらいで胸は小さい。これも生死問わずだ。アンナはそのくらいの歳ですね。でも胸は大きいですし、容器は男の人だし。はっ、外れか。ちょっと待ってください。なんだよ、俺は忙しいんだが。綺麗ですね。ありがとう。じゃあな。まだあんのか？はい。あなたは、そうです、あなたは誰ですか？俺？そうだな、俺は人食いおもちゃのハンプニー・ハンバートさ。お父様と同じ名前。はあ？わかりました、あなたはハンプニー・ハンバートさんですね。待て、納得するな。そんな名前のやつがいるわけねえだろ。え、いますよ、お父様がそうです。はあ？お前親いんの？で何？親父がハンプニーハンバート？はい、お母様が教えてくれました。いつか必ず会いに来てくれるって。お父様なんですね。なんでだよ、どうやったら俺がお前の親父に見える？確かにおかしいですね。だろ？私の想像するお父様は40前後のタフガイですから。は？登場シーンも雄たけびを上げて何かと対決してないとおかしいですし。おかしいのは絶対そこじゃないと思うか？まあそんなのは小さな問題です。お前はちょっとビッグすぎるな。お父様はお父様です。なんで？直感です、運命を感じました。お前俺と会話する気ないのか？そんなことないですよ、お父様お前さ、墓守なんだよな？はい。なら仕事を一つ頼もうかな。何をですか？墓守に頼む仕事は決まってんだろ？はい。皆さん、容器、アンナ、嘘です。はい、じゃんじゃんねえか。誘導、シスさん。はい、じゃん。
大丈夫か？おじさま、あの頭に怪我が。ああ、なんてことはねえや。痛くねえしな。そうだ、大変なことが起きてるんだ。なんだっけかな。とにかく大変なんで、早く逃げやにゃ。どうした、アイちゃん。ごめんなさい。なんじゃその目は。見るな。なんじゃ、化け物でも見るように人を見よって、わしは何も変わっとらんぞ。違います。ん？伏せてろ、アイちゃん。あのガキだ。よう、そこの死に損ない。俺は今から豆粒大の鉛玉をまとめて30発ほどその辺にばらまこうと思う。2秒後だ。1つ。素晴らしい態度だ。悪い、仕留め損なってたわ。他の連中はきちんと頭吹っ飛ばしてあっからよ。あなたがみんなを殺したんですか？殺しちゃいねえよ。最初からそう言ってるだろ。ついてこい。葬ってやれ。どこまでついてくる気だ？大体お前これからどうする気だ？私は墓守ですから。お前は墓守じゃねえよ。最初はよ、あの神の野郎がやることだからお前みたいなヘンテコの墓守がいるのかもと思ったけどよ、違ったわ。でも私のお母様は。まずそれだ。墓守に親はいない。え？奴らは灰よりも節操なくその辺から湧いて出る。親なんかいるはずもない。でも村のみんなは私を墓守と呼んだか。
それに何の保証がある？連中が嘘を教えてたとは思わないのか？そんなの私のお母様は墓守のアルファで、お父様はハンプニーハンバートという。だからハンプニーハンバートってのはそもそもおとぎ話だ。ゼンマイが壊れて永遠に動き続けるおもちゃの名前だよ。俺はそれを拝借して使ってるだけさ。お前のお母様も同じだろう。違う。この村の連中は何がしたかったんだろうね。お前みたいなガキを墓守だと信じ込ませ、そのくせ親がいるといい。何ですか、一体何が、何なんですか。真実は闇の中、いや墓の下か。あなたのせいでしょう。あなたがみんなを。俺を殺したいか？お前が墓守なら最初から恨みなんて持たない。お前が墓守なら聖者に殴りかかったりしない。お前は墓守じゃない、人だ。私はそれでも墓守です。あれを見ろ。墓守ってのはああいうのを言うんだぜ。暴力、暴力、人殺しです。例の神様がいなくなった夜ってやつだよ。私関係ないですよね。ここで切るの？私は墓守です。忘れるなんてできません。